春の西です。おはようございます。はい、今日はね、一人スタートです。まあ昨日カラゴはね、もうめちゃくちゃ疲れてたから、今日はゆっくり寝て、もう少ししたら、合流するっていう話でした。今日僕はね編集して、多分彼はホールチェックか、まあ、編集かっていうところでやっていくと思いますんでね。はい、名古屋、まあ滞在2日目、満喫していきたいと思います。ほんじゃ、バイバイ。自分次第でどこにでも行ける、宇宙を突き抜けてどこまでも、僕は笑うこの笑顔で世界を変えてゆくんだ、走れ笑え。はい、どうも。今ね、名古屋市のね、ここ何区ですか、はい、何区か分かんねえな中区じゃなかった、これ中区、はい、これで分かんじゃん。ヒルトン、ヒルトンの近くにいますね。え、どれがヒルトン、これヒルトンどこだろう、あれじゃないですか、あれか、超でけえな。ヒルトン見えますか、ヒルトン、これな、超でけえ、はい、うん、そういう感じなんですね。だね、うん、その辺の近くです。なんかここなんか銀座っぽい感じしますね。ああ、俺もね昨日夜歩いてて思った。ああ、なんか繁華街っぽいね、このなんか栄とか、はい、その辺のあたりの地域が一番の歓楽街らしいです。へえー、うん、まだ全然歩いてないんですけどね、ここら辺僕は。うん、ぜひ歩いてみてくださいよ。はい、今日はあんまり、うん、ゆっくりしたいと思うんでね。そうね、はい、うん、フラフラっとね、はい、していきましょう。はい、とりあえずこれからひつまぶしな。そうですね、名古屋といえばね、やっぱりね、うん、ひつまぶしか名古屋コーチンか。あ、名古屋コーチンか、親子丼かって感じでイメージをしてますけど僕は。なるほどね、全然全く俺予習も何もしないからわかんねえ予習しなくてもそれぐらいわかるでしょ。マジ？うん、多分名古屋コーチンぐらいは今聞いて思い出したぐらい。あ、うん、なんかね、謎にね、パンケーキのイメージ強いんだよね。あ、そうなんですか、それは知らなかったです。そのカフェがやったら多いイメージがあってさ、うん、どこもかしくもパンケーキ扱ってるぜみたいなのが名古屋だと思ってた。右です。あ、右、こっちっていう感じですよ。じゃあまた現地から。はい、またじゃあ後ほど。いや動画ですか。動画だよ、動画一応ね。はい、うん、はい、どうもどうも。もう風でボサボサ、はい、名古屋駅前です。昨日撮れなかったんで、はい、はい、昨日疲れはったんでね、はい、来ました、はい、来ましたね。カラコの背がでかくなった、ね、こんな感じだけどね、はい、どうも。はい、どうも。すごい都会だよね。都会ですよ、上映してください、上、これすごいよ、これ見て、ほら、おら、もうほら、六本木ヒルズみたい、うん、何でも東京に届いちゃうもう東京都民だからな、はい、すごいよ。で、目の前には名古屋ビルジングとかいうね、またでっかいビルあるんだけどね。あ、うん、もう、都会よ、超都会なんならですね、予想以上に都会でした。はい、あ、まあ、とりあえずこれでね、飯行きます、飯。ああ、はい、そうだ、それだ、はい、飯行きましょう。はい、はい、名古屋駅の中入ってる高島屋に今来てます。なんかすげえ高級感あるぞ、ね、うん、こんなよ、ピカピカ、何かピカピカ。僕らはひつまぶしを求めて今来てるんですね。13階かな、1個上、あ、上行きましょう。すごいね、いっぱいあるよね、2棟あるんですよ、これ2棟ね、2エリアある。83番ですかね。ああ、そうだと思うよ、三沢線。ああ、うん、すげえ高そうだけど、行こう。確かにな、チラ見しよう、チラ見。昼のお盆だって。これね、ギリギリ
あ、ギリギリ、はい、3分で終わりでした。あー、すごい。はい、お疲れ様です。お召し上がりの方、アートの会議ございます。お茶碗にお沿ってお召し上がりください。はい。で、袋白いやつのにお塗りの方、茶碗にお沿ってお召し上がりください。はい、ありがとうございます。すげー、召し上がり方もね、うん、おー、亀に入ってますね。うまそう、うまいい感じ。すげーな。何ですか。ここに盛ると、コメント取れて下が米が分かってる、はい、で、茶漬けいただきますね、これ、はい、まずそれだけで、はい、はい、うわ、うまい、うん、あ、うまいなんかね、うな重と違うのは、なんかカリカリする、うなぎが、へぇ、うん、歯応えがいいですね。そうなの、うん、すげえ、うまい、うん、次は2杯目は薬味を混ぜて、薬味、はい、これな、これ海苔入れて、ネギ入れて、はい、からし入れると、はい、わさびな、わさびねあ、うまいうまいか、味の変化が、はあ、やっぱピリッとする、はい、ちょっと、まあ、早いんですけど、はい、3番目の片付けに、はいはい、軽くね、おお、はいはい、タップと、うん、最高うまそうだね、はい、すごい、うまそうに食うね、いいお店来ましたね、よかったよかった、はい、じゃあ食べましょう、はい、時間ねえからね食べてください。うるせえ。どうもー。はい、今日の結果報告していきます。ます。はい、まあ、今日の結果報告というか、まあ、今日はパチンコは打たず、行かず、行ってもおらずと。コミコミのね。いつも通りですよ。行かなかったな。はい、まあ、東京でね、かなり頑張って稼働してたんで。ね、地元な。はい、一切遊ばず、うん、はい、本当だよね、うん、いや、遊んでたっていうツッコミ欲しかったんですけど、あ、本当俺相当頑張ってたかなったけど、はい、僕、まあ、ほぼ遊んでないです、うん、はい、ね、うん、で、今日は、まあ、久しぶりにパチンコせず、うん、そうですね、あ、まあ、ひつまぶし食べたりとか、うん、映画見たりしたわけですけど、うん、はい、なんかどうしても西村さんがね、カイジの感想を言いたいということなのでよくない？え？俺もう忘れてたよ今まで。もう俺記憶の彼方にやりたかったからさ。うん、ね、衝撃だったっていうふうに思ったら感動がすごかったみたいで。いいですか皆さん。カイジ、ワン、ツー、スリー。今回スリーですよ。はい、うん、一作目良かった。一作目何でしたっけ？何ゲーム？一作目はあれですよ。D ゲームですよ。あ、E ゲーム。E ゲームね。あの、はいはい。エンペラーとエンプリーのやつね、トネ川ね、香川さんですね、そうそう、香川さんです、はい、テレビ、ドレバニのサクスパーンってやつね、あれ香川さんの演技良かったですね、良かったね、はい、で、初キンキンに冷えてやがるさ、悪魔的にうめえっていう、うん、あれが来て、悪魔的だ悪魔的だちょっと見てみないけどなそれがあって、うん、1作目良かった、はい、うん、じゃあ2作目どうだったか、うん、これも良かった、あの地下帝国から始まったところね、チンチロ武器やって、そうそうそう、アンチロ出てきて、そうそうそう、はい、勝って、うん、チンチロ出て、うん、沼、
沼ですよ、はい、あのパチンコ攻略して誰しハイさんかっこいい人ですね。ハイさん名前は分かんない、まあかっこいい人かな、かっこいい人ペラペラで、はい、かっこいい人ですね、うん、そう、まあ、2枚目ですよな、一条ね、うん、そう、一条一条、うん、あれに勝って、あれも良かった、非常に良かった、僕も好きですよ。で3作目、はい、これオリジナルストーリーだったわけですよね、はい、この映画のために活気が下ろしたやつ、うん、期待してますよ、世の中の人たちも、もう言わんつー面白いわけだから、はい、しかもオリジナルで、はい、カイジもあんだけ返してね、藤原竜也さんもあんだけ宣伝してたから、うん、最高だと思うじゃん、うん、普通、はい、お呼びですか、でも、ま、呼んでねえけどな呼んでねえ勘違いしたことないけど、うん、君はカイジじゃない、ね、うん、そんなこんなでね、うん、楽しみにしていったわけですよ僕ら、はい、本当は違いが見たかった、うん、で見に行ったわけ、うん、結果、お結果、はい、クソつまんない、そうでしたか、いや、もう僕はいい映画だったんですけどね、いやいや、そんなこと言ってなかったじゃねえかいやいやいや、手のひら返すんじゃないよ、俺だけ悪者みたいになっちゃった、いやいやいや、サブで西村ブチギレるって言ってバカ野郎映画を否定って感じいやでもね、あの、まあ、全部が全部楽しくなかったのじゃないんですけど、うん、ちょっと事前期待が高すぎたっていうのが一個あると思います、うんうん、もうこんだけやってんだからっていうね、はい、うん、ちょっと、まあちょっとね、怪獣っぽさちょっとなかったし、はい、怪獣っぽさ、怪獣っぽさって何ですか、なんかあの狂気に満ちた感じだったりとかさ、はい、うん、あのあるじゃん、そういうのなんかダメ人間みたいなね、そうそうそう、ところがちょっと少なかったですね、なんか日本を守ってやるみたいなね、怪獣言わないですよね、そんな言わない、絶対に言わない、うん、もうあれはクズ野郎がベースになり上がってるね、うん、人物だからさ、はいはいはい、ちょっとそれがなんか成長しちゃった感もあったよね、うんうん、それはそれでいいんだろうけどもね、うん、ちょっとね違ったかな、そうなんですね、まあ個人的にはね、はい、僕はそう思います、うんうん、もっと狂気に満ちた感じで作ってほしかったなって、ね、はい、うん、ザワザワサウンドとね2回ぐらいしか聞いてないんじゃないかなあんま言っちゃうとあれだけどね、はい、うん、まあ、そんな感じでした、そうですか、はい、僕はね、あのメイドヤービス見たいんだ、どうしても、はい、うんうん、メイドヤービスの劇場版、うん、見たい人いたらね、名古屋でね、うん、一緒に見に行きましょう、はい、はい、以上です、お返しします戻されても困るんですけどどうだった、え、どうだった、行く、いや僕はもう素晴らしい映画だと思いましたね、おいお前、うん、いやーって言ってたじゃん、いやーって、いやいやいや、タイタニックと並ぶぐらいの感動作に出来上がった、いやそれはお前逆に不審を買うよね、それはその感想は逆に良くないよまあまあいいでしょ、いいでしょ、非常に映画でした僕は、うん、辻田達也さんのね、あの演技もそうですし、うん、あの悪役の方ですね、あの方の演技も良かったですね、敵対するね、あ、吉田鋼太郎さんね、吉田鋼太郎さんだ、はい、はい、座長ですから、はい、彼は今もう演劇界のトップと言ってもいい方ですから、うんうん、歴代のキャストの、ね、方々も出てきたりとか、うん、あ、本庁出てきたよ、あ、言っちゃいけないかそれは、ちょっとスレスレだな、スレスレだな、あとか、あああ、また福本さん出てるとかね、気づいたりとかね全部言うじゃん、お前、そのままやめとけ、やめとけ、ネタ話入ってくるんだけどね、はい、はい、うん、ぜひ見てくださいこの話の後ね、はい、怖いもの見たから見てください、はい、はい、ということで、うん、まあね、あ、そう、そんなことはいいんですよ、お、なんだろう、まあ今日、僕ね、あのパチンコのね、名古屋の状況を調べてたわけですね、うん、うん、で、まあ調べてて、うん、まあ分かったことは、ね、名古屋ね、今までと違うのが、うん、なんか交換するのに手数料がかかるみたいです、うん、言ってたね、うん、まあガイドっていう、パチンコ師匠ガイドっていうね、雑誌の有名なライターさんが教えてくれたんですけど、うん、してないですね、うん、知らない、あの、かかるみたいで、ちょっと計算がややこしいなというのがちょっと心配ではありますけど、うん、そうだね、うん、
1.5% とかね、何にかかるか分かんないけど、よく分からないけどね、手数料が 1.5% とりあえずかかるけど、場所も変わればいろいろルールも変わってくるとね、うん、サイプレーもね、3000発とかね、5000発とかあったり、あるよね、効果率も様々で、うん、基本的に投下が禁止されてるはずなのに投下のところもあったりとか、あ、そうなの、あ、そうかそうか、禁止されてるのか、はい、なんか組合に入ってなかったら OK とかあるんですよね、いろいろ、うん、うん、はい、なるほどです。はい、まあ、明日からホールチェックはちょっとしていきたいなと思ってますので、うん、はい、はい、よろしくお願いします。そんな感じで動いていきます。はい、じゃあまた明日。また明日。はい、バイバイ、バイバイ。